100メートルであれ、50メートルであれ、まず上、アバー、イグラってこだわるわけだけども、トモの渦の一番最後の豆はすごい大きくなっていっぱいなんだよ、あれ何リラだって、そこを追求していくと、やっぱりある程度のその感覚を持って、こう当てないと作物は育たないんだよっていう、俺だと思って私は、大学生で何に行くって、俺は畑から学生で、畑からって言うけど、物から学生で、そういうふうにしてんだよ。よその人から言うけど、何本あげてるやって、お前25だとかっていう人もいんだよ、それは使い手になるんだよね。25でも30でも、意外でもできるわけだけど、でもよその豆と俺くらあまり比べることにやんと。最安のものを別の豆は大きいと思う。これやっぱり目を太ら大きいものを取るのには、そうさなければダメだっていうことした。その辺は果物とちょっと違うかもしれないですね。果物の場合は、途中で大きくなって完熟したものから豆で、取ればいい、収穫しばいい。豆の場合は、そういう感じになって最後には一本の結局枝引くわけだから、